新曲の調整してたのに、お城の散歩に付き合ってもらっちゃって。いいんですよ、練習の合間には息抜き息抜き。カノンさんがまた迷子になったら大変ですからね。あはははは、あの時は探してくれてありがとう。どういたしまして。それにしても建国千年のお祭りか、どんな感じなんだろう。そんなすごいお祭りでアロハピがライブするなんて、まだ信じられないね。心のネットワークには本当驚かされますよ。あ、ミー君とカノちゃん先輩発見。おーい。あれ、はぐみ？城下町を散歩してくるって言ってたけど、もう帰ってきたんだ。いっぱいコロッケ買ったからね。熱々のうちに戻ってきたんだ。わ、紙袋の中コロッケだらけ。これはまたすごい量を買い込んできたな。ニコリーヌさんと町へ行った時もコロッケ食べてたけど、よっぽど気に入ったんだね。うん、中の具がゴロゴロしてて、とっても食べ応えあるんだ。うちのコロッケと同じくらい美味しいよ。だとしてもさすがに買いすぎだって、はぐみ一人じゃ食べきれないでしょ。大丈夫、みんなで食べたらきっとすぐなくなっちゃうよ。みーくんとかのちゃん先輩もいっぱい食べていいからね。ありがとう。それじゃあ部屋に戻ってみんなで食べよっか。客室は確かこっちの道だったよね。あれ、あそこにいるのってニッコリおじさんだ。おーい。はぐみ待ちなって、相手は王様なんだから少しは遠慮。あれ、ニッコリおじさんひょっとして元気ない？全然にっこりしてないよ。あの、何かあったんですか？屋台の食べ物目当てにお忍びって、なんか思ってたより庶民的な王様なのかも。その王様が食べたかったものって何だったんですか？え、まさか売り切れてたのってはぐみが大量に買い占めちゃったからじゃ。王様の母ちゃんって日本の人なんだっけ？それじゃあお袋の味ってやつだね。でも王様なんですから、わざわざ屋台まで行かなくてもお城の料理人の方に作ってもらえばいいんじゃ。あげるよ。コロッケを食べられない辛さははぐみもよくわかるもん。好きなだけ食べていいよ。すごい夢中になって頬張ってる。なんか私たちの分もなくなっちゃいそうですね。こんなに食べるんじゃお城の人が心配するのもわかるかも。お礼なんていらないよ。ニッコリおじさんの笑顔が見れたから、はぐみはそれでいいんだ。でもコロッケで勲章なんて大げさすぎますって。
マジか、勇者と並ぶんだ、コロッケ。はぐみ、何もいらないのに。わかった、そこまで言うなら楽しみにしてるね。行っちゃった。なんだか大変なことになったような。勲章ってなんだろうな。ねえねえ、みーくんは勲章って何か知ってる？王様みたいな偉い人からもらう特別な賞みたいなもので、っていうか何か分かってなかったの？うん、特別賞か、なんだかすごそう。楽しみだな、勲章。帰ったら父ちゃんに自慢しよう。こんにちは。お店のお手伝いかな？うん、今日も元気に店番やってるよ。マリノさんたちはお買い物？サークルの備品を買いにちょっとね。そういえば聞いたよ、ハピネール王国のお祭りでハロハピがライブしたんだって。わは、マリノさんたちも知ってるんだ。すっごく楽しいライブだったんだよ。たくさん流れ星が降ってて、ステージから見える景色キラキラしててすごかった。でもね、ハピネール王国ではピンチなこともあったんだ。7回裏ノーアウト満塁くらいのすっごいピンチ。あー、それも聞いたよ。ココロちゃんがハピネール王国に残るって言ったんだよね。うん、ニコリンにお姫様に笑顔を届けるためにハピネール王国に残るって決めちゃったの。はぐみ、ココロンがいなくなったらって思ったらすごく寂しくなっちゃって。うん、そうだよね。急にそんなことになったら困っちゃうよね。だから、はぐみたちのわがままかもしれないけど、ココロンと一緒にいたいってはぐみたちの気持ちを伝えたんだ。そしたら、ココロンもはぐみたちと一緒にいたいって言ってくれて、本当によかったって、はぐみすごくほっとしたよ。はぐみちゃんたちの気持ちがココロちゃんに届いたんだね。うん、はぐみもそう思う。自分の気持ちをちゃんと伝えるってすっごく大事なんだね。はぐみ、ココロンが言うことはいつも正しいと思ってたんだ。でも正しいことでも悲しいことがあるんだって分かった気がする。だからね、またハロハピの誰かが正しいけど悲しいことをしようとしてたら、ちゃんとはぐみにとって正しいことを伝えるんだ。うん、すっごく大切なことだと思うよ。お互いの気持ちをしっかり伝えれば絆も強くなるから。あ、それはぐみもそう思う。はぐみたち、ハピネール王国から帰ってきてから前よりももっと仲良しになったから、やっぱりはぐみたちにとってハロハピのみんなは特別なんだって。なんだかはぐみちゃんからすごくパワーを感じるな。これは今まで以上にハロハピの活動から目が離せないね。うん、絆パワーでパワーアップしたハロハピにこれからも大注目だよ。あ、ちょうどコロッケができたみたい。二人とも、揚げたてのコロッケはいかがですか？それじゃあコロッケ2つ買っていこうかな。はぐみちゃん、よろしくね。